セルフィオ・ガブリエル・マルチネスは、アルゼンチンの男子プロボクサー。ブエノスアイレス州、アベジャネーダ出身。現在はスペインへ移住、マドリードに住居を構えている。元 WBC 世界、スーパーウェルター級王者。元 WBC、WBO 世界ミドル級統一王者。マービアの異名を持つ。プロモーターは、リベラエンターテイメントに所属。自身のプロモーション。 マラビージャボックスも主催している。ミドル級に階級を上げてからは、普段の体重が90キロ近くあると言われており、約2ヶ月で17から18キロの減量後、試合前日の計量後に80キロ前後まで体重を増やして、試合に臨むことが多い。父親は建設作業員や板金工として働いていたが、家庭が貧しかったことでマルチネスは、 周囲の子供たちからいじめられていた。ボクシングを始める前は自転車とサッカーの選手であった。しかし1995年5月2日20歳の時にボクシングへの転向を決め、元ボクサーであったおじのトレーニングを受け始めて5週間後には試合に出場した。ボクシングでオリンピック代表になることを目指していたが1996年8月に左手を骨折。 手術を受けボクシングから1年間離れることになる。この期間にオリンピックを目指すには年を取りすぎていると考えたマルチネスは1997年12月にプロへ転校することを決めた。アマチュアボクシングの戦績は39勝2敗であった。1997年12月27日、プロデビュー。2000年2月19日、プロ18戦目。 初海外試合でアメリカにてアントニオ・マルガリートと対戦し7回 TK を負けキャリア初黒星となった。マルチネスはこの時のことを当時はお金を稼ぐために朝5時から6時には起床して溶接工をしていた父親の手伝いをしており1日中働いて夜からしかボクシングの練習ができなかった上にアルゼンチンのボクシング連盟が非協力的で スパーリングなどが行えず、自分一人で練習するしかなかった。またこの敗北により、トレーナー、アルゼンチンのボクシング関係者、講演者が一気にマルチネスから離れていったことで人生について多くのことを学んだと、後に解雇している。2000年6月16日、アルゼンチンで WBO ラテンアメリカウェルター級王座を獲得した。 再び手を負傷、約1年間試合から遠ざかる。2001年9月8日、空位のアルゼンチンウェルター級王座を獲得、その後一度の防衛に成功した。2002年2月2日、アルゼンチンでの最後の試合。不安定なアルゼンチン経済及びアルゼンチンボクシング連盟との圧力から、マルチネスはヨーロッパへ渡ることを決意、最終的にスペインのシェアハウスに住み、 バーの用心棒や皿洗いで整形を立てながら、ボクシングを続けた。2003年6月21日、イギリスで、イボ世界、スーパーウェルター級王者リチャード・ウィリアムスと対戦し、3から0の判定勝ちで王座を獲得した。以後、2度の防衛に成功した。2005年3月4日、スペインで WBC ラテンアメリカスーパーウェルター、級王座を獲得した。以後、 二度の防衛に成功した。2007年4月27日、テキサス州にて、WBC 世界、スーパーウェルター級王座挑戦者決定戦で、サウル・ローマンと対戦し、4回小勝ちで、王座挑戦権を獲得した。2008年10月4日、カリフォルニア州にて、WBC 世界、スーパーウェルター級暫定王座決定戦で、アレックス・ブネマと対戦し、 八回終了時にレフェリーストップ勝ちとなり、初となる世界王座を獲得した。2009年2月14日、フロリダ州にて、ネイト・キャンベル対アリ・フネカの前座で、カーミット・シントロンと対戦し、1から0の判定で引き分けたが初防衛に成功した。7回には、左ストレートでダウンを奪い、カウントアウトで試合が止められるも、シントロンが、 ヘッドバットだとアピールし試合が再開される場面もあった。2009年5月21日、正規王者バーノンフォレストが、肋骨負傷による戦線離脱を原因に王座を剥奪されたため、空位の正規王座に認定され、正規王者となった。2009年12月5日、ニュージャージー州のボードウォーク、ホールダンスホールにて、ノンタイトルマッチで、ポール・ウィリアムスと対戦し、 0から2の判定負けを喫した。2010年4月17日、ニュージャージー州のボードウォークホールにて、ケリーパブリックの持つ WBCWBO、リングマガジン世界ミドル級王座に挑戦し、3から0の判定勝ちで王座を獲得しに階級制覇を達成した。WBO 世界ミドル級王座は、同年6月1日に剥奪され、WBC 世界、 スーパーウェルター級王座は同年6月17日に返上した。2010年11月20日、ニュージャージー州のボードウォークホールにて WBC 世界ミドル級王座の初防衛戦をミドル級の規定体重を3ポンド下回る157ポンドのキャッチウェイトでポール・ウィリアムスと再戦。2回に左フックでウィリアムスをマットに沈め、小勝ちで初防衛に成功した。 この試合は2010年度のリングマガジンノックアウトオブザイヤーに選ばれた。2011年1月18日、WBC より名誉王座に認定された。2011年3月4日、ヘッドトレーナーのガブリエル・サルミエントが2008年に起きた事件の過重暴行容疑で逮捕され、懲役8年の宣告を受けた。これ以降、ガブリエルの弟、パブロ・サルミエントが、 ヘッドトレーナーを務めている。2011年3月12日、コネチカット州レッドヤード市のフォックスウッズリゾートカジノ内にある MGM グランドアットフォックスウッズで行われた WBC 世界ミドル級ダイヤモンド王座決定戦で、ここまで37戦37勝無敗の WBO 世界スーパーウェルター級王者セルゲイ・ジンジラクと対戦し、 8回1分43秒 TKO 勝ちを収め WBC ダイヤモンド王座を獲得した。2011年10月1日ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールダンスホールにて23戦23無敗で後の IBF 世界ミドル級王者ダレンバーカーと対戦し11回小勝ちで WBC ダイヤモンド王座の初防衛に成功した。 2012年3月17日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンシアターで、WBC 世界ミドル級2位のマシュー・マックリンと対戦し、11回終了 TKO 勝ちで、WBC ダイヤモンド王座の2度目の防衛に成功した。2012年9月15日、ラスベガスのトーマスマックセンターで、WBC 世界ミドル級王者、フリオセサール・チャベス・ジュニアと対戦。 12回にダウンを奪われるも3から0の判定勝ちを収め1年8ヶ月ぶりに正規王座に返り咲いた。試合後にマルチネスが4ラウンドで左手を亀裂骨折していたことが判明、さらに診断の結果右膝の人体帯も部分断裂していたためスペインで手術を受けた。対戦相手のフリオセサールチャベスジュニアは試合後のドーピング検査で マリファナが検出され出場停止と罰金が課せられた。2013年4月27日、ブエノスアイレスにあるエスタディオ・ホセア・アマルフィター2で WBA 世界ミドル級残帝王者マーティン・マレーと WBC 世界ミドル級王座の初防衛戦を行い、3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。 マルチネスは2002年以来、約11年ぶりの母国アルゼンチンでの試合となった。しかし再び左手を骨折、右膝を損傷し、手術を受けることになる。左手の骨折は、試合途中の2ラウンドに寄ったものであったが、右膝は試合前のトレーニング中に負傷しており、怪我は全て100%治癒したと発表していたが、実際には負傷が言えない中での試合だった。 2013年11月6日、WBC 総会で、マルコ・アントニオ・ルビオと指名試合を行うよう指令が出され、負傷欠場中であるセルヒオ・マルチネスがアルビオと試合を行えない場合には、暫定王座をかけてルビオとドメニコ・スパダが対戦することが決定された。2014年6月7日、約1年ぶりの試合を、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、元世界3階級制覇王者で、 WBC 世界ミドル級1位のミゲールコットと対戦し、初回に3回のダウンをキスする苦しい立ち上がりから、その後も被弾し続け、9回にもダウンをキスする。10回開始直後、セコンドがレフェリーに危険を申し出たため、10回6秒、TK 大負けをキスし,し2度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2015年6月13日、ニューヨーク州マディソン郡カナストータの 国際ボクシング殿堂の席で現役引退を発表した。2020年6月6日、スペインのマドリードで復帰戦が決まっていたが、新型コロナウイルスの影響で試合延期になった。2020年8月21日、引退を撤回し、スペインのトレラベーガで約6年ぶりの復帰戦で、ホセ・ミゲル・ハンディーノと対戦。7回小勝ちを収め、これは始まり。 世界タイトルまで止まらない。村田と戦う、準備のためにもっと強化していくと、WBA レギュラー王者、村田良太の挑戦へ意欲を示した。9月2日、WBA はマルチネースを6位にランクインさせた、世界ミドル級ランキングを発表した。ありがとうございます。